アロハシャツ。アロハシャツとは、パイナップルやフラを踊る女性などのトロピカルなモチーフや、金魚、虎などのオリエンタルなモチーフ、ワガーラと呼ぶを華やかで、カラフルな色彩で染め上げた、シルクやレイヨン、ポリエステル、綿などの生地を用いて作られる解禁シャツ。アロハ、とは、ハワイ語で、好意、愛情、慈悲、優しい気持ち、思いやり、挨拶などの意味がある。 アロハシャツの故障が商標登録されていた口実ために一般名詞としてハワイアンシャツと呼ぶこともある。1930年代中頃からリゾート地として急速な発展を始めたハワイでリゾートウェアあるいはハワイ土産として作られるようになった。起源については諸説あるが日本の和服から派生したという説が有力である。 19世紀終盤から20世紀初頭、シュガープラント、農業に従事していた日本移民は、パラカ、ヨーロッパの船員たちが着ていた海禁シャツが、日本の木綿ガスリに似ていることから好んで、愛用しており、持参品であった着物を再利用する際に、パラカ風に仕立て直したのが起源と言われている。他には、 日本の着物の美しさに惹かれた現地の人が着物をシャツにしてくれと頼んだのが起源という説ある。1930年代初頭にはアロハシャツとは派手な和柄の解禁シャツを意味していたとあるように、この頃にはアロハシャツという故障が定着していたようである。1935年6月28日、ホノルルの服飾店、ムサシヤ商店 LTD が ホノルルアドバタイザーに掲出した広告中にもアロハシャツという文字を見ることができる。武蔵屋商店は創業時は武蔵屋といい、1904年に最初の官役移民の一人である宮本長太郎、東京出身により創業された日本の反物を使ってシャツを作る会社であった。1915年に長太郎が他界すると、 日本で暮らしていた長男の孝一郎がハワイに帰国、店名を武蔵屋商店、日本語名武蔵屋五福店と改めた。また、エラリー・ジェイちゃんという中国系商人が1936年にアロハスポーツウェア、翌1937年にアロハシャツの商標登録を申請し、20年間の独占利用を認められている。記事は当初は視力、 1 9五十年代まではレーヨンが主流であったが、1 9六十年代に入ってポリエステルが登場し、シルクやレーヨンにとって変わった。なお、近年のヴィンテージブームによって、シルクやレーヨンなどの素材も復活してきている。ハワイにはアロハシャツに用いられるような聖地でカラフルな生地を染めることができるような染め色工がなかったので、ほとんどの生地はアメリカ本土あるいは、 日本から輸入された。特に日本には京都を中心に高度な技術を持った染め工場が数多く安価で品質の良い生地を小ロットで大量に供給すことができたので第二次世界大戦前後を通して多くのアロハシャツの生地が日本で作られた。ボタンに関してはヤシの木やヤシの実、ココナッツ製のボタンを用いたものだけがアロハシャツであり。 ヴィンテージなどでは高価な品もある。プラスチック製の場合はアロハシャツと呼ばず、プリントシャツ、アロハ風シャツと呼び分ける流儀もあるが、現在の日本ではこの分類に売らない店がほとんどで、多くの日本人もこういった分類を知らず、解禁とプリント柄でもってアロハシャツと呼ぶ人がほとんどである。また実際に1950年代前後に特に、 和柄のシャツや木綿素材のシャツに多用されたバンブ製のもの、1930年代のシルク素材の高級シャツに多用された貝殻、シェル製のもの、1950年代中頃にシルク素材のシャツに流行った紋章入りの金属製のものなど様々な素材が使われてきた。現在でもヴィンテージ感の演出のためにこれらが採用されることがある。1950年頃には アロハシャツ生産を主体とするアパレル産業が砂糖、パイナップルに次いでハワイにおける3番目の産業となりアロハシャツの黄金時代を迎える。1940年代中頃からは産業としての発展を背景に1947年に始まるアロハウィーク、1948年のアロハウェンズデー、1956年に始まるアロハフライデーなどの間、 民による、様々な要促進キャンンペーンが試みられた。1960年代には、洗濯が簡単で丈夫なポリエステルの登場なども、追い風に、様々な生活シーンにおけるアロハシャツ着用が加速、それに伴い伝,い伝統的な解禁シャツ以外にも、ブルーオーバーのものボタンダウンのものなども作られるようになる。生地を裏返しに縫製した木綿のアロハシャツなども、 この頃に登場し、その控えめな色合いは現在でもオフィスワーカーなどに好まれている。このような長い時間をかけた様々な取り組みを通して、アロハシャツはオフィスやレストランなどでも着用されるだけでなく、式典や観光総裁でも着用が許されるハワイにおける男性の清掃として認知されるようになった。現在では単なるリゾートウェアというよりは、むしろ ハワイの民族衣装のように扱われている。逆に現在では、夏のカジュアルな服装としては、T シャツの方が一的である。清掃として着る場合は TPO に応じて、着分けが行われており、葬儀の際には上位を表す意味で、万物の終わりを意味するラウハラ、W、ラホラの葉の柄の入ったもの、結婚式の際には絡まり合いながら伸びることから、結ぶという意味を持つマイレ、W、 マイリーの葉の柄、船出や事業の始まりの際には、偉大なキャリアのスタートを意味する、ウル・パンの木の,の柄の入ったものが良いとされる。日本の鳥取県旧ハワイ町、現、百合浜町、鹿児島県いぶ市、和歌山県白浜町、韓国の最終道など、東洋のハワイを自称する地域では、自治体職員らが夏の間にアロハシャツを着用したり、 駅員がアロハを着用するのが風物詩となっており、アロハシャツへの衣替えが在販放送局のニュースで取り上げられるのが恒例となっている。また、福島県いわき市のスパリゾートハーヤンズでは、宿泊客は浴衣の代わりにアロハシャツを着用する。同様の趣向は、全国各地の健康ランドなどでも参見される。沖縄地方でアロハシャツをモチーフに作成された仮茂ウェアを、 夏の軽装として普及される。アメカジを中心としたファッションでは、アロハが夏の装いとしても人気を博している。古いハワイ産のアロハなどは、プレミアム価格のついたものも流通している。それらの古いアロハの衣装を模した商品が、日本のアメカジブランドからレプリカとして販売されている。2012年、平成24年の大学入試センター試験本試験の 英語リスニングにおいて、アロハシャツの起源や歴史についての問題が出題された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。